続いて DeNA 対ヤクルト25日、5対3で DeNA 26日5対2で DeNA 27日7対6で DeNA サヨナラ勝ち、結果 DeNA の3連勝、ヤクルト3連敗スイープね。ということで25日5対3 DeNA というところで先発ガゼルマンで、まっすぐツーシームナックルカーブスライダーチェンジアップ、腕がめちゃくちゃ振れててグッとね。でどんどんストライクゾーンで勝負していく中で緩急つけたり棒を動かしたりしながらね、打たせて取るっていうところでは非常に良かったかなと。これ3勝目グッナイスピッチということで、 DeNA はね初回ワンアウトから強打のサードゴロ、村上がファンブルエラーね、で上沢ライト前ヒットで、牧がねセンタータイムリーツーベースで、1点を先制ね。で4回の裏ツーアウトから伊藤ライト前ヒットで、ここからまさかの柴田ガゼルマン佐野連続3者連続フォアボールで押し出し、こうガゼルマン8球よく粘ったけど ね。で5回裏ワンアウトから、牧桑原がね連続ヒット、関根三振するけども伊藤の時にね桑原が盗塁して、でセンターへね2点、タイムリーツーベースっていうね。でも4対0、7回裏セガネがね関根がランニングホームラン打つんだけども、センター大田とライトサンタナがぶつかっちゃって落としてね、でランニングホームランになるんだけども、イージーフライだったよあれ、取れた普通に。まあ、結果負けてたかもわかんないけどね、なんかちょっと後味悪いミスからの失点っていうところがね、なんか痛い失点かなとね。で26日ね、5対2で、DeNA っていうところでね、この日 DeNA 先発石田6回101球5安打6三振1球1デッドボール1失点と、まあ、前回同様ね非常に素晴らしいピッチングで、3回表ね村上のサードゴロの間に1点、取られることになるんだけども、傷を大きくしなかったのはね非常に石田ねグッピッチングね。でもその後ね DeNA はすぐ取り返す、でノーアウト1、2から石田がきっちりバンドで送って、佐野がねセカンドの間に1点を追加するっていうところでね、 DeNA はねこの回この1対1でいったところで、7回の裏ね先頭4番牧レフト前ヒット、関根レフト前ヒットね。でここでねエンドランかけてるわけ、前日も桑原のエンドランっていうのがねあったんだけど、このね作戦もまたね DeNA ねハマってくるんだよね、この3連戦ね。で、その後ピッチャーね、木澤に変わって、なんと戸柱がスリーランホームラン、戸柱。これでもう勝負あったかな。勝負あったかなと思う後でね、8回裏にも牧がね、しっかり犠牲フライで1点取ってね、5対2でね、しっかり勝ち切ったっていうところは、やっぱり先発石田のね、非常に安定したピッチングっていうのは良かったと思うし、まあヤクルトとしてはね、この日10安打っていうところで、開幕してから21試合目で初の2桁安打。でも打線のつながりなく、ね、点取れず。というところで厳しい戦いです。で27日ね7対6で DeNA サヨナラ勝ちっていうところでね、DeNA ね先発平良、ここまでねいいピッチングだったっけ、3対2、ライトスタンドでホームラン、その前の前のね外のカットとか外がね全然パッと届いてなかったから、あのもう外でもよかったんちゃうか、まあ結果なんだけどね思うけど、高めに行ってねそれをね、打たれたのはちょっとショックでかいね。でこれで4対0だって、いやこれはさすがにヤクルト勝ったなって思ったの正直見ててね。そしたら、6回裏にね伊藤ツーベースで、林がね内野安打で3アウトになるけども、ここで代打宮崎がねレフトでタイムリーヒットね、で太田がまたねタイムリーヒットで、ピッチャー星に代わってツーボールから積極的に牧が打ちに行ってスリーランホームランで一挙に5点で逆転、嘘やろって思って、この逆転劇はもう完全流れヤクルトだったよ。でもよ7回表に、1点取り返して同点になるの、いやこれまだ分からへんなと思ったら、7回裏にすぐ柴田のタイムリースリーベースで勝ち越しの、初球柴田があまりに入ってきたストレートね、ピッチャー石山のものの見事、俺岡ちゃんのあの日本シリーズの宇宙観抜けてるやつ見たみたいな感じで間抜けていってね勝ち越し、いやこれで DeNA かと思ったらよ、8回表に代打川端がライトで同点タイムリー、川端バッタ同点、これどういう結末迎えるんやと、下手したら引き分けあんだと思ってたら、10回裏桑原がねサードで内野安打、これがついてんのよ、もう DeNA にもう月しかない、本当に月しかない、これもう誰が悪いわけじゃない、もう神様が3連勝しなさいって言ってる月しかない。ピッチャー大西から田口に代わってね、関根が前進守備の外野のライトの頭を越す、やっぱり取れなかった、さよなら関根、結果シーソーゲームでしたけども、 DeNA の3連勝でした。強い。